こんにちは、ファッキンオサムヘルマット丸山でございます。このチャンネルは音楽、映画を通して頭の中のぼんやりした部分をですね、表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。本日はですね、出ました、ついに下山のあの地ですね。ニューアルバム出ましたんで、これすごいアルバムでした。はい、またすごいもん作ってきました。5日間ぐらいね、がっつり聴きまくって、最初の感想というか、解釈を、お話ししたいなと思います。下山はですね、大阪出身のオルタナティブロックバンドでございます。で、ベースがですね、今回変わりました。ヤクモアくんがね、くんって言っていいのかちょっと分かんないですけど、ヤクモアさんが入りまして、それで初のね、メンバー変わった後の初のアルバムになっております。で、今回下山 with ミリオンウィッシュコレクティブということで、すごい大所帯のね、バンドというか、まあ、集団、イマジネーションだけの連帯っていう感じですね。まさに、まあ、13月周りのね、メンバーだったりスタッフさんだったり、あとあのボーイのね、トミーさんとかね、いたり、する、なんか構成になってますね。まあ、15人ぐらいのコーラス隊がいて、で、あと、ハチのみどりさんはね、この人が、まあ、キーボードもやってトロンボーンもやってみたいな感じで、あとドラムも2人ですねという感じの、ものすごく大所帯のね、編成になってます。で、タカさん、ギターのタカさんはね、バグパイプ吹いたり、あとボーカルのマーヒトさんはね、トランペットかな、はい、トランペット吹いたり、もうかなりね、よりカオスになってますね。はい、編成もカオス、楽器の数もカオスといった感じになってますね。で、まずは、まあ全体の構成が面白いなとまず思いましたね。はい、前作のクルエですね、これは全部 BPM100 でね、統一して、もう一個の生き物みたいなね、もうものすごいうねったカオスみたいなものをこう凝縮したアルバムになってましたけども、今回はですね、前半後半パックリ分かれてるアルバムになってます。前半はね、かなり、怒涛の展開、これはまたね、前作を踏まえた、感じで一連の流れで前半は進んでいきます。で、真ん中のね、水天っていう曲を機に、ここで一回区切りがあって、また別のね、こっからかなりピースな、内容になってますね。はい、それがまた面白い構成だなと思いました。はい、そしてね、やっぱね、音、まず音の話をしましょうか。音で言うと、まあ、前作はかなり、まあ、ダブですよね。ダブの要素、あとケチャとかね、そういう民族的な要素を取り入れ始めたって感じで、そういうのも取り入れつつ、かなりダンサブルなね、内容になってましたね。エディットのね、声のボーカルのね、重ね方でこう聞かせていくアルバムだった。今回はね、かなり肉体的な音になってます。はい、やっぱね、生でコーラスを取ってるっていうところで、よりグルーブうねりを感じるアルバム、より肉体的なアルバムになってたなという感じですね。そしてやっぱね、音の数ですね、もういろんな音が鳴ってるんで、また違ったこうカオスな、質感というか、カオスな音像になってたなというイメージでございます。で、もうジャンルも本当にどんどん関係なくなってきますね。はい、もう最初1曲目はね、中堅、こちらのダブなんですけど、もうド直球のダブっぽい感じなんですけど、まあかなりカオスですね。ものすごい数の、コーラスというか叫びが乗ってて、で、ボーカルが乗っててっていうところで、で、かなりね、肉体的なグルーブ、リズム帯が乗ってるんですけども、もうギターはやっぱね、かなり沈んでるし、普通のダブにはならない、下山のダブになってるっていう感じですね。で、その後ね、もう俺らは我慢できないとか、もうなんでしょうね、叫びとしか言いようがない、怒り、叫び、感情のトロというかですね。で、水天でね、かなりこう開けていくという感じ で、その後はね、かなりね、ポップになってくるんですよね。ピースな感じですね、かなり。はい、前半は怒り、反戦みたいなものを、ものすごく凝縮して、ある種勢いもうかなり混ぜて出していく。だから前半は儀式で、後半は高野菜みたいな感じがしましたね。アレンジに関して言うとね、やっぱそのみどりさんがいるのがね、ものすごくでかいなと思います。すごい重要なピースだと思います。はい、要所でキーボードとトロンボーンが入ってきて、今までの下山とかなり違った
味付けをしてくれてるなという感じがしますね。はい、でコーラス隊で言うとね、ふーんの JC ですね。はい、これも13月のバンドのボーカルになりますね。ふーんっていうバンド、この方がねすっごくうまいんですよ。めちゃめちゃうまくて、この人が中心になってコーラス隊をねリードしてる感じなのかなっていう、イメージというかそういう印象を受けましたね。はい、でですね、でタカさんのバグパイプも本当にここ2、3年で勉強というか練習したのかってぐらい上手くてマジで馴染んでますね。はい、バグパイプ、この感じのバンドにバグパイプ入ってくるってもうすごくトライバルというか、より民族的なね、音になってきてるなという感じがありましたね。ジャストラブとかバグパイプ入ってるけど結構泣きのギターロックみたいになってて、あ、これかなり面白い新解釈の音が出てたなと思いました。で、今回のアルバムね、テーマは何だろうなと思ったら、やっぱ言葉、声と言葉のアルバムだなと思いましたね。やっぱその言葉の数がものすごく多い、声の数もすごく多いっていうのと、もう本当にパンチラインだらけですね、真人さんの歌詞。今回はよりパンチラインだらけです。はい、すごくもうどれも刺さるというか、もう僕特にうわすげえなと思ったのは、もう俺らは我慢できないっていうね曲のフレーズなんですけども、いつまで清志郎に頼ってるんだ、この時代はこの時代で型をつけるんだっていうね、この歌詞はすごいですね。はい、もうおっしゃる通りだと、もうその通りだわという感じですね。はい、だから今作はね平成の名曲からの引用が多くて、例えばね中堅で言うとウォーウォーツナイトの引用があったり、あとは水天だと、パフィーのね、引用があったり、あとは、また今回もあるのはリンダリンダの引用ですね。あとエブリリトルシングの引用もあったりして、平成の曲を引用してるという歌詞ですね。はい、わりかし能天気だった平成の曲の引用をすることによってより今の悲惨さも見えてくるっていうのと、こう時代が変化していった流れも見えるっていうところがあるかなと思いますね。はい、まあアルバムの構成として前半後半があると言いましたけども、歌詞でもやっぱねその前半後半違うところがかなりあるなという感じですね。前半はやっぱ怒り反戦というところで、問題提起をしまくる前半で、水天が面白いんですけど、この真ん中に置かれてる水天という曲ですね。はい、この水天がもうものすごいカオスなね、歌詞もカオスなんですよね。 A メロ B メロとかはかなりその問題提起する内容になってるんですけども、サビでハレルヤとなると、形があるもの形がないものエブリシングと万物を称えるっていうところですね。もう全てのものを称える、それがあってシンビオシス、共に生きていくと、はい、ものすごくポジティブなメッセージがここで入ってきますね。もう曲の展開もそうなんですよ。まあ、このサビの部分はかなり、開けた、コード進行というか、メロになってるんですけど、それ以外の部分、A メロ B メロみたいなところ、ここら辺はねかなりねアグレッシブに、アレンジされてるし、進行もかなりねストイックというか緊張感がある、音像になってます。マイナーからメジャーに行くみたいな、こういう何でしょうね、裏と表みたいなものがこう表裏一体になってるっていう曲ですね。この曲は本当に素晴らしいです。はい、ミュージックビデオもすごいです。これは見てください。この曲を機に前半の問題提起に対しての答えが、回答がですね出ていくという流れになっていきます。はい、何なんだというところですね。結局もう自分たちの周り全てのものを愛するというか、まあ身の回りのことから始めてこうよみたいな、まあ本当に小さな一歩みたいなメッセージ、そこから波及して周りがこう巻き込まれてどんどんピースになっていくっていうね理想をここで語っていくという感じかなと思いましたね。はい、あと個人的にねサードサマーオブラブとかね、ハッピーマンデーズとか出てきたりね、昔 UK 聞いてた時をちょっと思い出して、ちょっとワクワクしたりするんですけど、まあなんといってもジャストラブですよ。はい、ジャストラブがすごい曲ですね。これはいや、ここでこの曲来るんだっていう感じがものすごくしました。サイレントビルスピークの DNA 級の本当に全工程の曲になってます。まあライブでやったらすごい最高だと思うんですよね。
その場にいる人すべてを肯定するような曲ですね。こういう曲があると下山を聴いてるだけでこうこのミリオンウィッシュコレクティブのね、あの仲間に入れてもらえたような気がして、すごく救われるというか、一人じゃないんだなっていうのをね、ものすごく感じます。ライブでやった時の一体感のイメージを持って歌詞書けるのすごいですね、本当に、うん、っていう感じですね。はい、ファーストインプレッションなのでちょっとかなりざっくりした部分あったと思うんですけども、下山はいずれあのアーティストとして解説していこうと思いますんで、その時にねまた詳しく話せるようになってたらいいなと思います。はい、本当あの地のレコード化待ってますという感じでございます。あ、ライブね、中野サンプラザありますからね、これも行きたいんですけど、いけるかな、どうかなって感じですね。はい、もう生で見るのがむちゃくちゃいいですから。僕も去年日比谷野音ですね、野音行った時もうありえない音圧とグルーヴにものすごく圧倒されましたんで、本当に異次元のグルーヴです。はい、今日本のバンドだったら一番信頼できますからっていう感じです。はい、よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。